石川県の水族館で飼育されていたジンベエザメを海に返す作業が今朝行われました。大きくなりすぎて水槽での飼育が負担になったためです。午前5時過ぎ、水槽に入れられた巨大な生けすにジンベエザメのモモベエを複数のダイバーがゆっくりと誘導していきます。定置網にかかり、2012年から石川県七尾市の能登島水族館で飼育されていたオスのジンベエザメモモベエは、当初 4.2 メートルだった体長が6メートルに達し、水槽での飼育が負担になるため、今回海に戻すことになりました。搬出作業は大きなトラブルもなく、職員が見守る中、沖合まで移動したモモベエは、追跡用の発信機をつけて無事海に返されました。